夫婦交換？ユリお願い。私はユリ、結婚して5年目の専業主婦だ。私は今、姉のさくらにとんでもない提案をされている。相談があるって言うから真面目に聞いてたのに、お姉ちゃん何言ってんの？こんなお願いユリにしかできないもん。嬉しくない。そんなこと言わずにさ。私は昔から姉が嫌いだ。家族だから情はあるが、できれば関わりたくないのが本音。というのも、お姉ちゃんどういうこと？まさきは私の彼氏よ。誘ってきたのあっちだよ。だからって妹の彼氏とデートしないで。もともともったいないなって思ってたし。どういう意味よ。言葉そのまんまよ。それにおごるって言われたら行くよね。あんたに節操はないの？昔から彼氏ができるたびことごとく奪われてきたのだ。しかも奪ったらすぐにポイするのよね。私の顔には大きな傷がある。子供の頃に階段から落ちてできたもので、顔立ちが似ている分、傷のない綺麗な顔の姉に彼を取られるのはきつい。どうして私がこんな思いしなきゃいけないの？だがお互いに結婚し、ここ5年は顔を合わせるのも年末年始程度で、本当に幸せな日々を送っていた。なのに旦那さんを交換したいって何なの？いや、実質的には私たちが入れ替わるんだけど。同じことでしょ。今度は離婚でもさせる気？1ヶ月でいいからお願い。ほんの出来心、私の中に小さな闘争心が芽生えた。そっちがその気なら返り討ちにしてやる。主婦としてのスキルは自信がある。夕飯作ったら夜は家に帰るわけだし、うちの旦那は繁忙期で遅いし問題はない。私は1ヶ月間の夫婦交換を OK したのだが、汚い。うわ、洗い物がカピカピなんだけど。床にゴミが。洗濯したのいつよ。こりゃ掃除だけで1日かかるわ。夕方、疲れた。その甲斐もあって、すごい、家中がピカピカだ。昨日の晩ご飯もすごく美味しかったです。やっぱり家庭の味っていいですね。よし。旦那さんによると、姉は外出することが多く、家はいつもぐちゃぐちゃで、食事はほぼ惣菜。よくまあ離婚されないわね。でもあれだけ感動されると優越感。その夜、マジか、これじゃ家政婦だわ。でもさ、その割にはうちの中綺麗じゃない？風呂場も綺麗だったし、ご飯も普通に美味しいよ。シンジの気を引きたいからじゃないの？まさか。お姉ちゃんには散々に栄養を飲まされたのよ。ここでギャフンと言わせとかないと。ところがだ。は？急に中止って何よ。ちょっとやぼ用があって、どうしてもそっちに行きたいの。だから夫婦交換は中止ってことで。じゃあね。どうしたの？用事あるから中止だって。本当に自分勝手なんだから。ひょっとして旦那さんに怒られたとか？まずいと思ったのかしら。3ヶ月後。え？お姉ちゃんが？姉が突然亡くなった。原因は癌。少し前まで夫婦交換なんてふざけたこと言ってたのに。夫婦交換？亡くなった人の悪口は言いたくない。でも経緯を話しているうちに、私の言葉尻には姉に対する不信感がにじみ出ていた。母親は叱るでもたしなめるでもなく、じっと聞いていたが。ユリは覚えているかしら、その顔の怪我をした時のこと。ううん。あんた小さい頃から負けず嫌いでね。鬼ごっこの時、さくらに捕まりたくないからって高いブロック塀を伝って逃げて落ちたの。間抜けだわ。本当よね。でもさくらはショックだったみたいね。お姉ちゃんがいたのに妹に怪我させたって。え？怪我させてごめんね。次は絶対にお姉ちゃんが守ってあげる。さくらがユリに構い始めたのはあれからよ。でも私、お姉ちゃんに何回も彼氏取られたよ。その彼氏が今どうなってるか知ってる？え？DV で訴えられたり、会社のお金使い込んだり、散々らしいわよ。え？さくらが言ってたもの。
なんでろくでもないのばっかり連れてくるかな。あんな男にユリはもったいないっての。絶対に別れさせてやるんだから。もったいないってそういう意味だったんだ。やり方が雑だから優しさが伝わらないのよね。お父さんにそっくりだわ。姉に頼まれたからと義兄に一通の手紙を渡されたのは葬式後しばらく経ってからだ。その手紙には、がんが見つかった時にはステージ4で転移もあり手遅れだったこと、旦那さんのことが心配で動けなくなる前に離婚して新しい奥さんを見つけてほしかったこと、そのためにがんを隠して一切の家事をやめ悪妻を演じ、さらには私に家事をさせることで離婚したいと思わせようとしたこと、結局義兄にがんと企みがバレてしまったこと、迷惑をかけてごめんと書いてあった。バカだな。本当に姉は不器用だ。その不器用さを分かってくれる素敵な旦那さんで本当に良かった。義兄に見取られた姉の顔は安らかで幸せそうだったのだから。ん？もう一枚ある。旦那の幸せを見届けていきたかったけどどうも無理っぽい。ピエン、思わず吹き出してしまった。私の姉は最高だ。